アキラ、お兄さん、やって、こんにちは、アキラお兄さんで、バイーン。さあ、今日は何でしょうか。ウミガメの巣、難問編。出たー、難問編。どうでした。難かった。難かったですよね。むずい。普通の思考と違うような、はいはいはい、ウミガメのスープで1ヶ月ぐらい前にやったんですけど、はい、それの難問編です。難問編ね。あれでも難問だったじゃないですか。だいぶ難問でしたよ。それがさらに難しい。それがどんなもんかと。どんなもんかと。まあ、前もまあまあねじ伏せられてるんですけど、ね。でも割と、はい、一番やっぱり不得意なのは柔道ボーイであって。まあ、柔道ボーイはもう全く無理です。柔道でついてるんですかね。肉弾戦の肉弾戦のね。で、まあ、僕らまあまあまだね、そう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 、はい、いけたので、はいはい、まあ、トップ2人で挑戦して挑戦してみようかと。わかりました。はい、ネボちゃんがポーカーフェイスなんですよ。そうなんですよね。これがまたね、出題者として長けてるんですよ。長けてる。じゃあ、はい、いきます。はい、お願いします。難易度、星が5つ今回あって、星5つ、5つ中の、これが星3つ。おう、うん。じゃあ、難問の中でもちょっと、はい、まだちょっと初心。はい、問題。ある男がアイルランドのダブリンからコークまで街道に沿って歩いたが、パブの前を一軒も通り過ぎなかった。アイルランドではパブは非常に多く見られるものだ。ではなぜ彼の身にこのようなことが起きたのだろう。何を通り過ぎた。ある男がアイルランドのダブリンからコークまでパブの前を一軒も通り過ぎなかった。パブ、パブ、あ、パブね。パブ。ではなぜ彼の身にこのようなことが起きたのだろう。アイルランドの橋から出発したから。違います。質問しないですか。もうダイレクトで行くんですか。もうアイルランド、もうギリギリ、もうここアイルランド、ここも抜けたらもうアイルランドじゃないから。分かった。船で行った。違います。歩いて行ったんです。歩いて。あれなんですよ。この人は逃げてるんですよ。脱出しようとしてるんですよ。だから正規のルートで行くとそのバレてしまうんで、マンホール降りてずーっと鹿の下水とかああいうところを通っていった。地下を通っていった。地下を通って。違います。おー、確かに歩いて行ってますもんね。はいはい。おー、特殊なルートではない。特殊なルートじゃないんだ。特殊なルートではない。おー、通らなかったんですか。 見なかっただけですか。一軒も通り過ぎなかった。一軒も通り過ぎなかった。わかった。すっごいお酒が好きで一軒ずつ寄ってった。正解です。あー、なるほど。はいはいはい、いい質問でした。通り過ぎなかった、ね。はいはい、なるほど。はい、じゃあ2問目。はい、同じく星3。バーサの仕事は毎日距離にして50キロ前後の移動を伴う。しかし車や電車などは使わない。また天候や交通状態などは仕事に影響しない。一体どんな職業だろうか。ばあさん。ばあさんって名前ですよ。あ、名前。あ、そのでも名前は特に関係ないです。はい、移動距離は結構あるんですね。あれですもんね、それはもう横移動じゃないですもんね、縦移動ですもんね。ね、そうです。ですよね。スカイダイビングのそのあれですかね、インストラクターみたいな。違います。あれ、すっごい合ってるかのようにうなずきますよね。でもすごくいいところまで。あ、うん、エレベーターガール。お、正解です。おい、うえ、エレベーターガールで50キロも移動するんだ。ですよね。それは私も思いました。スカイダイビングのインストラクターでも間違ってないですよね。なんかね、ね、上下っていう。上下ね。で、うん、天候や交通状態なども仕事に影響しない。ああ、それが、そうだ。天候が、確かにね、確かに。じゃあ次、いいテンポですね。いいテンポで来てますよ。次はちょっと難易度が上がって、星5つ中の星4つです。おー、よし、来い、キャメラ。問題、キャメラ。ある政治家は自分の演説のおかげで命拾いした。しかも演説を行う以前に。一体どういうことだろう。は？その演説はみんなの前で行うものですか。そうです。リアルタイムで。はい、人前でってことですね。
はい、それは実際に命が助かったんですか？実際に命が助かりました。実際に命が助かった、演説する前なんですもんね。それは何か殺し屋に狙われてたみたいなことなんですか？はい、ヒントが少なすぎる。さっきの殺され殺し屋に狙われてた。そうですね、誰かに狙われてた。誰かに狙われてたんですよね、うん、その殺し屋はその政治家を狙おうとしたんですけど、政治家が喋る前のマイクを調節してるやつを殺しちゃった。違う。ヒント、演説を行う時の流れをイメージしてもらえれば。前説が出てきて、え、この中で拳銃持ってるよーっていう人がいたって、こう手を挙げさせた。あ、そうですね。あーって手挙げないですね。前説はないですか？前説はあってもなくても関係ないですか？関係ないです。神に、そのでっかいやつに、殺し屋さんへ僕を撃たないでいてくれたら5000万円差し上げますって言って、知ってるんですね、狙われて。違います。え、その政治家で狙われるのは初めてですか？最初とか関係ない？関係ないです。あ、知ってたんですか、狙われてるっていうの？知らなかったと思う。演説をするときに好感度が欲しかったので、うん、やっぱ優しいイメージっていうので、猫をこう抱きながら、で、殺し屋は無類の猫好きやって。猫好きならあいついいやつじゃん。違う、惜しい。はい、あ、惜しい。演説を行うまでの動作というか、うん、をイメージしてもらえる。え、なんか演説する前に水を飲もうとして、水に毒とかが仕込まれてたけど、その政治家は便が炊けすぎてて、もう全然緊張とかしなくて水を飲まなかった。違います。でも考え方的には。政治家以外に誰か死んだんですか？死んでません。ちなみにこの話は実話だそうです。実話なの？死に方としては爆死ですか？違います。毒死ですか？服毒死ですか？違います。銃殺ですか？銃殺ですね。わかりました。最初に深々とお辞儀をしたからかわせた。あー、違いますけど惜しいです。たけしさんみたいにこういう癖が、ね、でこの瞬間に言われたらすごいじゃないベテランですか、その政治家の方は？ベテランかどうかはあまり関係ない。関係ないですか？その銃、犯人が撃った弾がマイクに当たった。違います。撃ってるんですか、その犯人は？撃ってます。撃ってるんだ。当たりはしてるんですか、本人に？はい。死んではいないっていうだけで。死んではいないです。撃たれてはいるんですね。はい。ダメージはあるんですね。はい、ダメージはあるけど、血が出たかと言われたら血は出てない。鎖片びら着てた？違います。防弾チョッキ着てた？違います。普段演説中にすることです、なんかが関係してるんですか？そうですね、演説するときにこの人以外も してると思います。すると思います。手振ったり手のひらをこう、なんで手のひら狙う犯人だってことです。浜谷さんすごい美味しかったですよ。じゃあ、もうなんか身につけてるものが近いってこと？はい、身につけてるというか、持っているというカンペではないですが、似たような。似たような。こんな本物を持ってた、こんな感じ。それ何を持ってるんですか？何？あ、これ拡声器。拡声器？違います。どこかに忍ばせて。どこかに忍ばせて。少年ジャンプ。勝ち込みに行く昭和の時の。お腹に隠してたんですか？お腹ではないです。やっぱ襲撃。襲撃に備えて。え？ヒント言うと、はい、この人は銃で狙われてるんです、はい、その時に皆さんならどこを撃ちますか？頭。俺も頭。頭ではない。心臓。心臓には勲章がいっぱい。もう言いますか？うん。この話は実話で、アメリカ合衆国第26代大統領セオドア・ルーズベルトのこと。彼は1912年にニルウォーキーで襲撃されたが、銃弾が胸ポケットにしまってあった演説原稿に当たったおかげで暗殺を免れた。紙？紙で？その後、銃弾の当たった原稿をそのまま使って演説に挑んだ。どんだけ分厚かった？少年ジャンプくれよ。じゃあもうジャンプ正解だろ。
これはでもちょっともやもやもやだな、もやっともやがすごい、ね、もやっと、はい、あ、ニアもまたちょっと星難易度が星3つに下がります。はい、3つは我々100発100中なんで、はい、今のところ問題。ある女性が菜園の土を耕していると現金や宝石がぎっしり詰まった箱が出てきた。女性は7年もの間その金に手をつけず、うん、宝石のことを誰にも話さなかった。しかし7年が過ぎた時、彼女は突然新しい車や家、毛皮のコートなどを買い始めた。きっかけは何？あ、わかった。その女性は囚人で、その菜園に行くのはその時だけ、中で、で7年経って出てきてそれを掘り起こした。違います。近い。分かった。その女性は見つけた当時結婚をしていて、7年経って別れて自分のものになるって決まったから監禁し始めた。その箱は不思議な箱ですか？その金銀財宝を見つけた時、その女性は子供だった。違います。7年っていうのは重要ですか？そんなにかも。7年じゃなくても成立はすると思う。それまでに使いたいとは思ってたんですか？はい、見つけた時はそれができない。菜園じゃなくてもいいんだ。はい。土をから掘り起こすまでに7年かかった。違います。無数のダイヤルロック。ゼロゼロゼロ1ゼロゼロゼロ2ゼロゼロゼロ3。それ明らお兄さんの公園で寝てた時のやつやつその埋められたものは結構最近のものだった？まあ、関係ない。関係ないですね。ここはもう開けれてるんですよね。はい。だからいつでも掘り出せる状態ではあったってことですよね。はい、使おうと思ったら使える状態ではあった。ではなかった。それはその女性の問題で、はい、そこなんだと思うんですよね。囚人ではない。囚人ではないです。ああ、分かった。あ、囚人ではない、はい、奴隷だった。違います。7年越しに急に OK になったの？それ今日から OK ってなったの？はい、それはその彼女の中で、それとも法的な問題で？彼女の中での法的な問題でもなく、彼女がいる状況。犯罪者ではないですよね。彼女は犯罪を犯してはいません。ああ、わかった、はい、無人島だったから7年で脱出して使い始めたってこと。おお。ああ、まあでも正解。あ、正解。正解は、旅行、船で旅行中、遭難事故に遭い、孤島で一人救助を待っていた。で、その海賊が隠した財宝を見つけた場合が救助されるまでに、その答え方としてさ、その旅行中に遭難したとか、うん、ちょっとむずいですよね。難しいね。難しいです。最後です。最後。最後。最後はもう前の星5つ。おー。はい。ちょっとその前に一回、はい、あの一旦これやってる途中に、カメラのバッテリーが切れました。はい。ただただ水平思考クイズを楽しんでただけの時間があります。ちょっと音も悪いかな。音も悪いです。で、それスマホです。じゃあ行きましょう。最後に次行きましょう。はい、はい、ある会社の採用面接を受けた男、賑やかなオフィスに到着すると受付係から書類に記入した上で呼び出しを待つように言われた。男は記入を済ませ、先に到着していた4人の受験者と一緒に待った。数分後、男は立ち上がって奥のオフィスに入ると採用を告げられた。男より先に来ていた受験者4人が人事担当者に詰めると、担当者はなぜ男だけが選ばれたかを説明した。それはどんな理由だっただろうか？職種は関係ありますか？あります。あ、それは男性がその人たちより優れていたから合格になった。はい、はい。うん、にぎやかなところっていうのがやっぱヒントなんですか？そうですね、うん、
係あるかどうかちょっとわかんないです。うん、その彼の受験した仕事というのが絶対に時間を守らなければいけない職種で、時間通りに来るんじゃなくてみんな他の4人は早めに来てた。でも男性だけが時間通りに来た。違います。その時間ギリギリに来たことは関係ないわけですよね。じゃあ後に来た、後に来たのは関係ないです。ああ、そう、うん、男性だけがっていうことですよね。だから異性として選ばれてるわけですよね。男性でも女性でも関係ないです。男性でも女性でも関係ない。この今面接受けてきた男って言ってますけど、これは女でも成立してる。その職業は文筆家で文字が綺麗な人が受かるので、その書類に記入した文字を見て一番優れている文字を書いたから合格した。違います。履歴書を書いただけやもんな。はい、その書類はの内容は関係ない。ああ、関係ない。影武者やったから。単純にその社長に一番学校が向いていたから。違います。容姿は関係ありますか？容姿や年齢は関係ないです。容姿。その会社は特殊な会社ですか？そうです。特殊な会社で特殊な仕事。日本にあんまりない。特殊ではないけれど。何かこう特別な技能、技能が必要。ブレイキングダウンか。そういうことね。え？はしゃいで言ったから。YouTube 映えするから。職種何なんですか ？YouTuber。え？いい意気込みだった。うん。ブレイキングダウンの人。その。国は戦争中で、戦争している国出身だったから出身も関係ない。出身関係ない。そうですか。ヒントお願いします。お願いします。呼び出しを待つように言われてて、数分後、男だけがオフィスに入ってきました。実は他の5人のうち4人も呼ばれていたけど、その呼び出しの言語が通じるのが男しかいなかった。おお、惜しいです。めちゃくちゃその高い音で若い人にしか聞こえないモスキート、モスキートって呼び出していて、それに気づけたのがその男の子の人だけだった。もうほぼ正解です。おい、えそれは19世紀の電信技師の採用試験を受ける人々、オフィスの騒音に紛れてモールス信号で、もしこれを理解できたら奥のオフィスへどうぞというメッセージが発信されてて、これに気づけた企業と注意力を持っていたのがこの男だけ。人おらへん。これは分かる人おらへん。この問題難しいですね。むずいな。いやこれはハードでしたね。まあでも無理やり答え考えるの楽しい。でも多分そういう思考の僕ら、うん、は合ってるんですよ。はいはいはい。でもなんか完璧な答えが欲しいとか、うんうん、イライラしてくる、ね、そう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 、はいはい、そういうなんかこう想像するのが苦手な人だと多分あんまり楽しくないんだと思うんです、うんうんうん、まあ合ってないにしろ向いてた、うん、ですね。はい、まあ、僕たちはそういうのは合ってますけど、その僕たちはその YouTube 撮影するのは向いてない。バッテリーが切れていくという、やっぱり一人足りないだけでこうもなるかという崩れ具合でしたね。そうですね。はい、ちゃんとこの何でしょう、うまくいってない感じ。もうね、今日はあの2本撮ってるんですけど、実はもう1本目の段階も結構前半開始5分ぐらいでバッテリー切れて、うん、でスマホの撮影になって、うん、で、この大きいカメラを、うん、1回充電するというやってこい時間がありまして、で充電していた、ね、1時間ほど充電していたが、結果こちらです。30分ももう食べた。ここら辺がね、やっぱ僕たちの永遠のテーマですね。やはりカメラマン不在というのがやっぱり一番 の、 あのそうですね。というわけでね、皆さんもこの水平思考クイズ、はい、ぜひやってみてください。今度ね、問題考えるとかもありますから。問題、そう、問題を考えて答えてもらうみたいなのもなんかちょっとオリジナル挑戦できて、はい、オリジナルの、わかりました、考えてみましょう。はい、はい、というわけでまた次回、さよなら、バイン。ケンドーのジャンケン、いくよー。ケンドーのジャンケン、ジャンケン、おー。
わけで、グーの人の勝ち。さあ皆さん、チャンネル登録よろしくね。じゃあまた。